はい、引き続きねやっていきましょう。続きレディースナイト、まあタイトル通り女の子が出てくる感じなんですけど、マングルとかファンタイムフォクシーがいるんだけど、まあ、こいつら確かね設定上性別なかったんだよな、ナイトメアマングルも。でレディースナイトはまあスクラップベイビーが1日1回来るのと、ロックスターチカちゃんね意外とめんどくさいからこれ注意で、温度を上げるとジャックオチカに怒られる、ぬいぐるみを買わない場合はカメラが固定化される、バローラもめんどくさいで、ファンフォクはカメラを見なきゃいけない、カメラ2に固定しなきゃいけないってことは、オルゴールはグローバルミュージックボックスを定期的につけることで対処するしかない。まあということでやっていきましょうかね。デスコのため方はまあやっぱあれだね、これ JJ でためよう。ん？ちょ、待って待って待って。あ、てか、あれだ、ダクトやってない。危ね。この子、ハッピーフーログちゃんはね、やべ、入られた。最悪。絶対に、引っかかるので。危ね。ロックスターチカ来てた。あっぶね。まあちょっと、あ、2時ね、OK。こうダクトを閉めたり開けたりしながら、やべ待って、ジャックオチカが来てる。ちょ待って待って待って、なんか手元がおぼつかないな。こうしてで、ロックスターチカ今度こっちで、で1時になったからまた人形組が出てて、あ出てる出てる出てる。デスコ買わなきゃやばい、デスコ10コインで買わなきゃやばい。あと1コインあった、やばい、間に合わなかった。いやこの作業をねパッパとやんないとやっぱぬいぐるみ組に襲われるのでデスコで早く除去しないとダメだな。初襲われですね、初ジャンプスケア。ちょっと待って、考えることが急に増えた。おっ、スクラップベイビー来た。やべ待って、オッケー攻撃耐性入ってた。オッケー、これでベイビーが消えた。でロックスターチカちゃん来てる。OK、バローラ防いだ。チカちゃんまだ踊ってる。OK、デスコ10枚溜まった。デスコ買って、ファンフォクを黙らす。カメラを固定する。で、あとはグローバルミュージックボックスを定期的につける作業を怠らない。で、大丈夫。一旦、温度下げるよ。温度下げて、OK。不正で、1時になったからグローバルミュージックボックスつけて、OK。これで、いいはず。バローラめんどくせえな。で、15秒になったら一回切って、はい、パワージェネレーターつけて、この間は扇風機で、温度を下げる時間にする。で、15秒間隔でチカちゃんの、襲ってくるか襲ってこないかの抽選が入るので、15秒たびにグローバルミュージックボックスつけて、消してを繰り返したい。これで合ってるよね、対処方法。まあ、あんまり詳しいわけじゃないから、僕も。あと、これこっちか。はい、15秒経ったんで、こうっすね。ああ、今、コンつったのは多分、ロックスターチカだな。で、まあ一応、下げようか。はい、下げて、もうすぐで2分になる。なりました。こうして、鳥は虫でいいかな？別に今欲しいのないし。OK。14。15、温度下げる。いやでもね、前これでね、一回チカちゃんに捕まったことあるんだよな。危ね。喋ってるとね、バローラの音楽聞き取りにくいんだよ。だこれが正しいやり方とは言えないんだけど、あんまり真似しないでほしい。トイチカだけだったら結構楽だな、これ。はい、2、3、4、5。OK。ちゃんとね、この、正面ダクトも閉めないとマングルに入られて終わるので。
それも忘れないと。もう少しで3分になる。うん、充電大丈夫っぽいな。で、今のコーンは多分ロックスター地下だから、黄色い看板動かしといて。で、僕基本カメラをこうやって右に向いてるんだけど、なんでかっていうと、ドアを閉めた後にカメラも覗いて、ここのリセットベンチレーションが押しやすいから。危ね。結構危なかった今。こういうこと。あー待って、ミュージックボックスのあれ間違えたな。いっか。で、今見ていったら、今タイマー見てた人には分かると思うんだけど、アニマトロニクスってね、だいたい10秒間隔で抽選が入るキャラが多いんすよ。まあ、今のトイチカも10秒ぴったりで入ってきたじゃん。あと来ないか、あのロックスターフォクシーの鳥ちゃんとかオウムとか、まあ、10秒間隔で来るやつが多いんだけど、その中でもバローラがちょっと規格外で、あ、人形組いなくなったな。もうびっくりした。バローラとか今みたいなファンタイムチカちゃんはもう本当にランダム。アフトンとかスクラップベイビーもそうかな。あ、トイチカもそうかな。今の感じちょっと近かったね。で、グローバルミュージックボックスつけて、あと10秒過ごすだけか。OK。もう全部閉めよ。もう全部扉閉めよ。はい。もう側かぶる。ずっとかぶっとく。OK。まあ一回やられたけどね。アルティメットカスタムナイトの難しさが分かったんじゃないかな。片鱗が見えたね。ちょっと忙しかった。UCN の実況さ、あの1パート1パートめっちゃ短いからさ、すげえありがたいんだよね。このゲーム無限にやってたい。もうプリセットとかさ、自分で考えて無限にシリーズ化していきたいんだけど、ダメ。はい。クリーピークローリーズ。気づいた方いらっしゃいますか？そうです。カメラ組です、全員。カメラ組？ダクト組とベント組です。で、襲ってくるのが、ここと、ここと、ここと、ここら辺か。アフトンが追加されてんのは、何なんだろうね。カメラ見なくていいんだよね、これって。パペットはオルゴール巻き続ければいいし、ここら辺ダクト組やダクトを閉めれば襲ってこない。で、こいつらは定期的にヒーターを鳴らして奥に奥に追いやります。クリーピークローリーズめっちゃ簡単です。行きましょう。はい、ここにちゃんと設置して、まあ、適当でいいんだけど、ぶっちゃけ。あとは、オルゴールを鳴らす。てんてれんてんてん。まあ、不安だったら、まあ、ダクト、このダクトを見て、おお、いいね。いい場所に固まってる。まあ、こうやって定期的に見てあげてもいいけど、あとは充電が、バッテリーが切れないように定期的にオルゴールを切り替える。で、カメラを見たときに、ナイトメア、あ、違うね。ファントム・マングルに入られないように注意する。あとはもう F キーに指を置いといて、アフトンがいつ来てもいいように準備する。こいつは別にどうでもいいかな。まあ、一旦ここら辺で、OK。ここら辺でヒーターつけて、オーディオダクト組を追い返します。で、この夜は、おーおー、びっくりした。この夜は、温度110とかになっても、別に襲ってくるアニマトロニクスたちいないんで、ま、温度は気にしなくて大丈夫。温度気にしなきゃいけないのは、フレディと、ジャック・オチカと、あとなんだ？誰？誰かいる？あー、レフティか。ら辺がいると温度気にしなきゃいけないんだけど。カメラリセットして。あれ、今、オーディオやばかった？オーディオじゃねえ、ダクトやばかった？ちょっとヒーターつけて。追っ払って。温度下げて。で、オルゴールを巻くと。まあ、カメラ見てオルゴール、直巻きしてもいいかもな。あー、2時で、バッテリーが 50% ですね。ちょっと危ないかな。一回バッテリーつけようか。けどバッテリーつけてるとミュージックマンがうるせえよってくるから、そこだけ注意。で、あとそろそろアフトン来ると思うんだけど、来るでしょ。まあ、常に F キー置いてるんだけど、アフトンね、 AI レベル1だと
ガチャガチャガチャからの猶予時間が長いんですよ。 AI レベル20で慣れてるとこう閉めてすぐ開けちゃう人がいるんだけど、まあ、その時に襲われるんで、まあ、閉めてちゃんとゴンってなったのを確認したら開けましょう。これどうしよっかな。一回ヒーターつけて追っ払った後に、パワージェネレーター扇風機。危ねえ、ファントンバングルいたな。暇だな。ちゃんとね、ここを閉めてからカメラを見る。それを忘れちゃいけないっす。それを忘れるとマングルに入られてうぎゃーってなる。まあヒーターつけたとかクーラーつけたとか、ここを見ればね微妙にわかる。ノイズがめっちゃ出てたらパワージェネレーター使ってて、まあユーセージだけついてたらオルゴール使ってる。でどっちもついてたらヒーターかクーラー使ってる。温度を上げるとね、この空気の循環が悪くなるので、リセットベンチレーションが頻繁に起きる。てか、マジアフトン来なくね？終わっちゃうって。あと5秒だよ、アフトン。もう閉めちゃうよ。あいつ、一夜に一度襲ってくるっつって、襲ってこなかったじゃん。運勝ちです。タイヤリ。はい、というわけで、クリーピークローリーズ。何事もなく終了しました。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。